ナンバーアンダーライン愛、ファンの出待ちで新幹線に乗れず。地方活動自粛の可能性も、ナンバーアンダーライン愛福井駅、出待ちで駅が麻痺。ファンマナー問題に船越英一郎も巻き込まれた一部始終を解説。福井駅でのナンバーアンダーライン愛の出待ち騒動は、ファンと公共の場におけるマナーの問題を再び浮き彫りにしました。10月27日、福井駅の改札外に集まった数百人のファンは、 平野翔、神宮寺雄太、岸優太という元ジャニーズメンバーによって結成された新しいユニット、ナンバーアンダーラインアイのメンバーに会いたいという思いを胸に集結しました。しかし、その結果として、駅の運営や地元住民、一般の利用者に大きな影響を与え、SNS 上でも賛否両論が巻き起こる騒動へと発展しました。出待ちというファン文化は、長年にわたって日本のエンタメシーンで親しまれてきましたが、 その影響力や規模が拡大する中で、今回の騒動は新たな問題を提起しています。この日の福井駅は、北陸新幹線の利用客でにぎわっていましたが、そこに、ナンバーアンダーライン愛のファンが大量に押し寄せたことで、改札付近が大混雑しました。特に、B ゲート付近ではファンが通行を妨げる形で集まり、駅の利用者にとって大きな不便を強いる結果となりました。福井駅は、 地方都市に位置する小規模な駅ではありますが、観光客やビジネス利用者が行き交う重要な交通拠点です。このような場所での混雑は、単なる不便にとどまらず、緊急時の対応や事故のリスクも増大させる危険性があります。実際、この日も駅の一部通路が封鎖される事態となり、一般利用者からは不満の声が多く寄せられました。出待ちに参加したファンたちは、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーに直接会えるかもしれないという期待を抱えていたことでしょう。しかし、その行動が周囲に与える影響についての配慮は欠けていたと言わざるを得ません。多くのファンが他県からも訪れており、福井駅周辺に集まった人々は地元住民にとって大きな迷惑となりました。SNS では、地元の住民や駅の利用者から、 出待ちのせいで駅が機能しなくなっている花道のように出入口を封鎖するのは問題だといった批判的な意見が多数見られました。また、出待ちに参加すること自体がファンとしてのマナーに反すると考える人も多く、特に地方での出待ちが過熱しやすい現状についての議論が再燃しています。さらに、この騒動に関して興味深いエピソードとして、俳優の船越英一郎さんが福井駅のホームに現れた際、一部のファンが彼を、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーと勘違いして大騒ぎになったという出来事が報じられました。ファンの間では、これが笑い話となり、まさか船越英一郎さんだとは思わなかった、という冗談交じりのコメントも見られましたが、これはファンの熱狂がどれほど強かったかを物語っています。同時に、こうした熱狂が適切な範囲を超えてしまうと、予想外の混乱を引き起こすリスクもあることが示されました。今回の騒動により、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーが実際に福井駅での予定を変更せざるを得なくなったとされています。彼らは新幹線を利用する予定でしたが、混雑のために別の経路を選ばざるを得なかったという情報が伝えられています。このような事態が続けば、今後、ナンバーアンダーライン愛のメンバーが地方での活動を控える可能性もあると一部で指摘されています。ファンの応援がアーティストにとって重要なものであることは間違いありませんが、 その応援が意図せずして彼らの活動を妨げる結果になる可能性があることを、ファン自身が認識する必要があります。実際、出待ち行為そのものについても賛否が分かれています。かつて、平野さんや神宮寺さん、岸さんがジャニーズ事務所に所属していた際にも、彼らが活動していた、キングプリンスの地方公演後に同様の出待ち騒動が発生していました。特に地方での出待ちは、 都市部に比べて混雑や警備の対応が難しいため、問題がより深刻化しやすいとされています。地方の小規模な駅や施設では、混雑が発生した際の対応に限界があり、今回の福井駅の騒動もその一例と言えるでしょう。こうした状況に対して、ファンの中にも反省の声が上がっています。特に、SNS 上では、出待ちは自己満足でしかないという自己反省的な意見も見られます。 ファンが応援の一環として行っている出待ち行為が、結果としてアーティストに負担をかけ、次回以降の地方公演やイベント開催が困難になるかもしれないという懸念が強まっています。応援したいという気持ちが逆効果を生むリスクがあることを多くのファンが感じ始めており、その複雑な感情が SNS 上で表現されています。また、出待ち行為が一般利用者や地元住民に与える影響も大きな問題となっています。 福井駅のような小規模な地方の駅では、数百人規模の集団が押し寄せるだけで日常の機能が麻痺してしまうことがあります。さらに、出待ち行為が繰り返されれば、地域全体に悪い印象を与えかねません。田舎の悪いイメージを広めるだけだ、という指摘もあり、地域社会に対して与える影響を考慮する必要があるでしょう。ファンの行動が、アーティストへの応援という善意から始まったものであっても、 他者に迷惑をかけることで地域全体のイメージダウンにつなががる危険性がありますこうした問題を受けて、ファンとしての応援のあり方について再考する時期が来ているのかもしれません。特に、ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、ファンとの距離が近く、ファンサービスを大切にすることで知られています。それゆえに、ファンが彼らに直接会いたいという気持ちが強くなることは理解できますが、その気持ちが無秩序な形で現れることで、 駅や地域社会に悪影響を与えるることも理解すす必要がありますファンとしての熱意を持ちながらも、節度を守りつつ応援することが、結果的にはアーティストにとってもファン自身にとってもプラスになるでしょう。実際、近年では芸能事務所やイベント運営者も、出待ち行為の影響を重く見ています。一部の事務所では、出待ち行為を禁止する方針を打ち出しており、 ファンに対して公共の場でのマナーやルールを守るよう呼びかけています。ナンバーアンダーライン愛をサポートする事務所も、今後のファン行動に対する対応を強化する可能性があります。例えば、公式 SNS やイベントの案内を通じて、ファンに対して節度ある応援を求めるメッセージを発信することで、健全なファン文化を育むことが期待されます。このような事例は、 ファン行動と公共の場でのマナーのバランスをどのように取るべきかという課題を浮き彫りにしました。ファンとしての熱意や情熱は尊重されるべきですが、他の利用者や地域社会に対する配慮も欠かしてはなりません。一人一人のファンがその意識を持つことで、アーティストが様々な場所で自由に活動できる環境が整い、ファンにとっても充実した応援活動ができるようになるでしょう。応援する側としては、自分たちの行、 どうがアーティストにどのような影響を与えるかを常に意識し、切度ある行動を心がけることが求められています。今後、ナンバーアンダーラインアイやその他のアーティストが地方での公演やイベントを成功させるためには、ファン一人一人が公共の場でのルールを守り、他者への配慮を忘れないことが重要です。ファン文化が成熟し、アーティストとファンが相互に尊重し合える関係を築くことが、 これからのエンタメシーンにおいて必要不可欠な要素となるでしょう。さらに、出待ち行為に対する規制やルール強化が求められる背景には、ファン文化の変化も関係しています。かつてのファン活動は、限られた人数で行われることが多く、アーティストとファンの距離感が自然と保たれていました。しかし、SNS やインターネットの普及により、ファン同士が簡単に情報を共有できるようになり、 出待ちの場所や時間が瞬時に広まるようになりました。その結果、以前よりも多くの人々が出待ちに参加するようになり、場所によっては数百人、時にはそれ以上の人数が一家所に集まる事態が発生しています。こうした状況では、ファン活動が公共の場で問題を引き起こしやすくなり、より厳格な規制が必要とされるようになっています。また、ファンの行動がアーティストに与える影響も無視できません。 出待ちが過熱することで、アーティスト自身がストレスを感じることもあります。彼らにとって、ファンの期待に応えることは大切な使命ですが、それが日常生活にまで影響を及ぼすようになると、心身の負担が増大するリスクがあります。特に地方の小さな駅や交通手段を利用する際に、出待ちのファンが密集することで、アーティストが予定通りの行動を取れなくなる場合もあります。このような状況が続くと、 アーティストが地方での活動に消極的になる可能性もあり、結果的にファンとの交流の機会が減少してしまう恐れがあります。アーティストとファンの関係は、相互尊重があってこそ成り立つものです。ファンがアーティストを応援したい気持ちは大切ですが、その応援がアーティストの活動を妨げる形になってしまっては、本末転倒です。応援する側としても、アーティストにとって最善の方法が何であるかを考え、 行動すする必要がありますまた、アーティストにとっても、ファンが自分たちの行動にどのような影響を与えているかを理解し、適切な形で感謝の気持ちを伝えることが重要です。ファンに対してルールやマナーを守るよう呼びかけることで、より健全なファン活動を促進することができるでしょう。さらに、出待ちの問題は日本国内だけでなく、海外でも同様の課題として取り上げられています。 特に k p o p アイドルやハリウッドスターなど、国際的な人気を誇るアーティストの場合、出待ちの規模や影響はさらに大きくなります。空港やホテル、スタジアムなど、ファンが集まりやすい場所では、出待ちが原因で公共の場が一時的に機能しなくなることもあります。こうした事例を受けて、海外の多くのアーティストやマネージメントチームは、出待ち行為に対する規制を強化し、安全な環境を維持するための措置を講じています。 日本においても、今後同様の対策が必要になるかもしれません。最後に、ファン一人一人が持つ責任について考えることも大切です。応援する側として、アーティストとの距離感を適切に保つことは、アーティストにとってもファンにとってもプラスの影響をもたらします。出待ちや無秩序な行動が問題視される一方で、ファンがルールを守りながら熱心に応援する姿勢が評価されることも多々あります。実際 ファン活動が地域社会や他の利用者に対してポジティブな影響を与えた事例も存在します。例えば、ファンが自主的にゴミを片付けたり、他の利用者への迷惑を最小限に抑えるためのルールを共有したりすることで、周囲の評価を高めることができるのです。このように、ファン文化が成熟し、アーティストとファンが共存できる環境を築くことが、今後のエンターテインメント業界において不可欠です。 ファン活動がアーティストに対する一方的な行動ではなく、相互理解と配慮に基づいたものであれば、アーティストもファンも長期的に良好な関係を築くことができるでしょう。ナンバー・アンダーライン愛、騒動のような出来事を契機に、ファンの間での意識改革が進むことが期待されます。ファン文化の在り方を見直し、応援の気持ちを正しい形で表現することで、アーティストもファンもより豊かな経験を得ることができるはずです。